日本中国地方広島県広島市中区エヴァエヴァは広島市中区に位置する地区である。ここでは町町名にエヴァを関する地域について扱う。国土交通省国土画像情報をもとに作成エヴァは広島市中心部から南方向同市中区の南に位置する地域。全体が平坦な地形であり、地域内を広島電鉄エヴァ線が走っている。 広島県を流れる大田川の川口部に位置し、南北に長細い地形をしている。東の吉島、光南との間に旧大田川が流れており、西側の西区関音との間に天馬川が流れている。北側で船入りと接し、南側で広島湾に面す。1880年の広島市地図。この時点で船入りとつながっている。明治時代の広島市地図。 現在のエバニ本末のほとんどが養殖場になっているのがわかる。1930年頃の広島市地図、当時はエバ山より南に埋め立て地は造成されておらず、エバ山の先がすぐに広島湾であったことが記されている。また、現在では、車線上の街路に痕跡を残している船入りからエバに、かけての陸軍射撃場の位置が示されている。原爆による火災消失分布図、 エバ地区の大半が被爆火災による消失から免れたことがわかる。建設当時の広島南道路、広島高速3号線。エバに本松から吉島方面を望む建設当時の広島南道路、広島高速3号線。エバに本松から観音方面を望むエバ本町交差点付近。市道横川エバ線と広島南道路、 広島高速3号線の交点。エバがまだ島だった頃、漁業の餌が越え、魚もよく採れたという。このことから良い餌場を意味して、餌場と呼ばれるようになったとされる。漢字について、伊波、コロモワ神社のコロモワなどが挙げられた。エバ島、編集エバは、かつて、広島湾に浮かぶ、エバ島という島であった。エバの尊者である衣ロ神社には、 約六百八十年前の記録があり、島には約七百年前には人が住んでいたという記録が残っている。広島が5カ所と言われていた乾村の頃、現在の大高はデルタはほぼ海中であり、現在丘の部分がデルタに点在していた島々であった。干拓と埋め立て、編集エヴァが島であった頃、広島湾は洪水が発生した際に流出した土砂が広島湾に溜まって、 自然の力によって海岸線が南下していった。約400年前、毛利輝元によって広島城が築かれると人の力によって急速に間隔が進んでいった。明治時代には船入りと陸続きになった。現在の地形になったのは戦後の埋め立てによるものである。現在の中区白島が箱島、南区七山は七島、南区大本山が二歩島。 そして中区エヴァのエヴァ山及びエヴァ皿山は、エヴァ島と呼ばれていた。エヴァ港、編集エヴァは、江戸時代、広島の外交の町として栄え、反応反漁の集落であった。特に海苔と牡蠣が採取され、養殖が盛んであった。畑が悪冬に海苔を天日干ししていた。江戸時代幕末には、横浜港や神戸港などのように貿易港にする案が、浮上したが、半石紀管により、 白紙となった。1889年には、江場から東南に位置する宇治河港の築港により、外交としての座を譲った。戦時中には、広島工業港建設により、江場三南側が埋め立てられ、徐々に市街地化されていった。江場村、編集古い地図には、沼田郡江場村と記されており、江場村が存在していた。広島市江場町。 編集戦争と広島工業港の造成、編集原爆被災、編集戦後から、現代、編集総数、個数、または、世帯数、人口、広島電鉄によるバスである、広電バス6号線が運行されている。広島電鉄エバ線のエバ電停が、エバ西一丁目にある。広島の外交として栄え、エバから五福島までの航路も存在した。江戸時代幕末には、 横浜港や神戸港などのように貿易港にする案が浮上していたが、半石奉管により白紙となった。1889年宇治河港の築港により宇治河港に外港としての座を譲った。現在では牡蠣などの生産が盛んな漁港となっている。岩の焦げ天魔は未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産100選に選ばれている行事である。秋の宮島の還元祭が、 毎年旧暦の6月17日に行われている。この祭りに、エヴァの焦毛天馬と、アガの引き船が還元船を栄光して、祭りが行われている。この両地区が参加するようになった理由は1710年、還元船が、地御前神社から、宮島の神社に帰る際暴風雨によって、船が転覆寸前になったところを、エヴァ村の古川や伝蔵と、 阿賀村の岡野清右衛門の船が宮島の還元船を救助したことから、ありがとうございます。